会津の町は漆とともにありました。1590年、豊臣秀吉の命を受けて会津領主となった蒲生氏郷は、近江の国、現在の滋賀県から木地氏、主を引き連れ東北会津にやってきました。山の恵み漆と人の技術の融合が会津という土地に適合した地場産業を生み出し、町は漆器で栄えていきました。漆器は卸問屋、生地、塗り、花色の職人といった分業で、さまざまな人が関わることで成り立っていました。現在では会津漆器協同組合がそれを統括しています。組合がまあ108事業所なんですが、福島県内においてこんだけの大きな事業所を持っている組合ってのはどこにもないんですね。どんだけ大きな組合だと、それゆえに、市も福島県も非常に大事にしていただける、もちろん国も大事にしていただけるんです。このやっぱり108事業所というこのパワーっていうのがあるのは、やっぱり組合としての非常に大事なポイントだと思ってます。特に力を入れているのは、会津漆器を広く一般に伝える発信、会津塗の手入れの方法を知ってもらうためのパンフレットや映像を多言語で制作して発信するなど、より気軽に使ってもらうための試みを行っています。組合は人づくりにも力を入れています。会津漆器協同組合は後継者の養成に取り掛かります。昭和46年から後継者、会津漆器技術後継者養成所を作りまして、その後組織会して現在の会津漆器技術後継者訓練校になりました。でこれは、漆器組合と、地元の会津若松市から試験場、この3社で運営してきたもので、いわゆる地元の力だけで、この、何十年という後継者養成をしてきたというのは他産地はないことだと思います。訓練校には全国から年齢もさまざまな学生たちが会津塗の魅力を感じて入学し、技術の継承に励んでいます。2年間の漆器に関する実践的なカリキュラムを終えると、それぞれ弟子入りや独立、講師への道へ進み、会津塗の現場を支えています。会津の伝統技法とか産地の職人さんが先生として来てくれてるんで、その方からいろいろ技法を学べたのがすごく良かったです。私の後の代 もたくさん卒業生がいるんですけれども、結構若い子が多く活動している地域だと思うので、もっと産地を盛り上げていけたらいいんじゃないかなとは思いますね。今その養成所を卒業した人たちが今会津の職人さんの中核を、9割以上が卒業生で中核を成していますし、その人たちが今また後継者の、を育てていると、先生となって教えていると、訓練校の職に入った人たちが現在やはり講師としてだんだん教えるようになってきているということで、循環型の後継者養成ができるようになったってことは、今振り返ればつくづく大したもんだなというふうに思っています。会津の町と人と精神は漆によって形作られている。伝統の上に幾重もの新しい漆を塗り重ね、新しいものとして次に伝えていくのです。